さあガチホコバトルでダイナモゴリラが行きます。よろしく。全ルール制覇する勢いです。よろしくお願いします。さあて行くよ。うー、勢いに乗っていく。うれオッケー、消えちまいな。オッケー、ゴリ押せ。気をつけろ、そこにいるぞ。すまねえな、そいつを倒しておきたかったんだが、これは僕の責任問題ですかね。ノット責任問題、いや責任問題でした、すいません。よし、行って、うっ、怖っ、うー、やられた。だがドリンクを飲んでいる、スッと復活。こんにちはーす、塗っとこ。えほ、あー弾かれた。お相手の位置よく見ておけよ、前方不注意は良くないぞ。おっと、よし、よく、一旦インクくれ。敵さんどちら？おい、スプリンクラークいいぞ。よし、スプリンクラークいいよ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 。く、きついか。うれ。うっ逃げろ、立ち回れ。うれ、くそ、矛割るときしんどいんだよなこの装備。よっしゃい、うっ、ゴリラはいいぞ。ゲー、やつにやられたか。だが復活まで早いぜ。よし、ゴリラ舐めるなよ。行くぞ。うれ。うっ、オッケー、あー怖かった。もうゴリラ語で喋った方が楽かもしれん。うほうほうほほう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 。ちょっとあかんわ、意外と頭使うわ。ゴリラは賢い生き物。要するにピカチュウ語みたいでな。そう、ピカピーが確かサトシで、ピカチュピーがカスミだっけかの、なんか一丁前に差別化を意識した結果、いつも以上に脳みそ使う羽目になった。国民的アイドルに立ち向かおうとしている。うっ、えい、やはりゴリラはいいぞ。うれ、ぎゅー、やられた。お相手もこれとんでもねえ殴り合いですよね、さっきから。実際私も何喋ってるのか記憶にねえもん。ゴリラ語に挑戦して失敗したぐらいしか記憶に残ってないぐらいの肉弾戦っぷり。ほらよっと、スプリンクラー後ろに巻いといたらつらかろうて。うお、やる。だがただではしな。ふふふふ、塗り状況がもうすげえ集中してるもんな。そう、なんか塗りを固めてから攻めようぜみたいな、そういうスマートな戦い方がお互い全くする気配がない。
正面から殴って潰すみたいな、そんなばっか。よしよしよし。だけど一人で進んでも無理だよな。すげえな。なんかあの子供サッカーみたいな試合。まあいいや。何キル取ったのか見物だな。結構取ったんじゃない？ 12 ぐらい取ったぜ。だけど10デスぐらいしてるよな。そう、12キル10デスみたいな。まあ見てみましょう。ゴリラは矛で通用するのか。うほー。さあ2戦目だ。よろしくお願いします。先ほどはいい感じにゴリラできたんで、今回は20キロを目標にしていきたい。よろしく。ぶっ飛ばすぜ。ペッ。他の人の塗りにちょっとついていきましょう。よっ。うっ、おれ、舐めてんじゃねえぞ。そう、アクロバティックゴリラだ。ヒュッ、アクロバティックゴリラ、アクロバティックゴリラ、ダイナミックゴリラ。結局ゴリラじゃないですか。やだ、ブヤ。今のおかしくない？絶対当たってたって。もう僕の優雅なゴリラの邪魔をするなんて許さないぞ。濡れ濡れ、塗って押して潰せ。よし、怖えなこの位置。おお、怖い怖い。どう、横っ腹、くそ、言って、これが君の愛なんだね。愛ですって自分で言ってんだから、これが君の愛なんだ。おい、そっから頼むよ、援護射撃。うおしてやられた。くそ、今回はさっきほどキルが取れねえ。立体的だしな、そういうダイナミックな試合展開にはなりにくいか。うれ、うえい、押せ押せい、潰せい、いっちまえ、いいよ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 。オッケー、結構進みましたね。向こうは関門すら破れてない。これはチャンスですよ。ゴリラが生きてくる。おい、よっしゃー、君との出会いに乾杯だぜ。よし、ワイプアウト。飛びます。よし。今ので落ちてねえのかよ。うわ、よっしゃ、乗った、ナイス。よし、気持ちよく2勝で、これ3試合目、時間的にもいい感じに進めますね。しかし、いかにもこう、ゴリラ的な立ち回りをしたかったけど、ちょっと理性が見えましたかね。それでも10キルしたんじゃねえかな。どう？ 2 桁はデフォにしていきたい。さあ、ジャッジの時です。ゴリラできてる？ゴリラ！さあ、ガチホコ最終戦、よろしくお願いします。吹き飛ばしてやるぜ。実はこの間にもう一勝重ねてきたんだけどね。なんか、
試合展開が何とも言えない感じだったので、よし、刺激が足りなかったので、なかったことにした。いくぞー。まあキル数に関しては2桁をキープしていますと。怖い、うらうら。よし、ドリッとね。うらー、うわー、左、右にもいたが、くっそ、覚えとけよ、これやろ、ぶっ潰してやるからな、お前、これやろ。飛びまーす。よし、ゴリラタイムを継続します。いくぞー、これだー。塗るぜ。よし、ほら、ようこそ。ふう、ドリンク。うお、いって、一気にワンバウンド。くそ、いいところにボブを抜き上がって、ことやろ。ふう、急いで前に戻ります。復帰早いぞ、ドリンク様様だぜ。さーて、また出会い頭に死なないようにだけは気をつける。おお、いった、そばからカニちゃんに出会っちまった。ピンポイントで足場潰されたらもう無理だよな。おっと、カニちゃん叩き潰したか。やります、すーげえな、戦闘民族かよ、こっちのチーム。よし、まあ少なくともダイナモを僕も担いでいるから、あながち間違いではないのかもな。よし、じゃあ絶望させてやるぜ。うれ、一旦ちょっと、おっと、怖い、当てずっぽになってるだろあれ。うっ、ドリンク、怖い。おわお、くそ、だが復活は早い。なぜなら、そう、ゴリラだから。行ってきまーす、先に発射しちゃったからよ。よし、おい、オッケー、逃がしはしないよ。壁塗っとけ、めんどくせえ。よし、お相手一人落ちてんじゃん、かわいそうに。だが決着ついてんぜ。そう、もうゴリラは止められない、やめられないのさ。まあなんかそういう試合展開ではあったからな。そう、一人落ちててもおかしくない展開っつうんです。でも向こうが諦めてない以上、気をつけないとな。オッケー、ふい、それでいて復活を早くしていくよ。よし、潰す。これもまた微妙なのでは。もうめんどくせえからこれは採用する。もうさあ最終戦です。2試合ほど没試合を重ねてきたんだが、連勝中ですよ、絶好調です、よろしくお願いします。うわーん、天敵2人もおるやん。つうか事故ってないかこれ。僕にとっては天敵だけど、向こうどうやってホコ運ぶの。うわっ、よし、いてー、マジか、やられたぜ。向こうのローラーの方が小回りが効いているね。さーて、一旦リードを許すと僕ダイナモ触れなくなっちまうよこれ。そう、ハイドラとリッター両方に睨まれたら僕できることなくなっちゃうんだなこれ。よし、うっ、あーん、振っちまった、どうするかなこれ。かなり苦しいっすよね。やられた、まあ、おお、握っちゃった、運べってこと、やったな。うっしゃー、くそ、乗れなかった、関門ぶち抜きたかったんですがね、申し訳ねえ。やっぱ射程きっちいよこれ。
焦ったら負けなんだけど、焦らなくてもきついと思うんだけど、それはもうズバリっすよ、ズバリ。言っちゃうとる。最低限よ。さーて、お相手はリッターが暴れているね。向こうから来る気か。やべえ、無理やり来た。しかし割れていない。おっかね。ぐっ、やばいなこれ。あー割れた。きつい、許して。関門取るか、取らないのか。取った。向こうが一歩リードか。よし、38、押すしかねえぞ。いきます。やったか。よし、オッケー。関門一つ破ったらやりようはあると思いますよ。あー、やっぱ慣れないジャンパーするもんじゃね。一旦ワイプアウト状態だなこれ。さーて、向こうの方が射程は長くリードしている状態。息苦しさマックス。絶対に止めるんだよ。さて、結構奥にグイグイ行ってる人いますね。あの人に任せていいか。うう、ダイナモにこれ壊せっていうのは結構ハードルヤバですよ。何にやられた今。カーリング。即前に行きます。ここは応援に行きたい。うわ、ハイドラくそ、守りに入るとこうも厄介とは。向こうがインクの塗り蒸気を今は取ってますね。よし、勝者って一体やった。お前もやる。ハイドラだけどうにかなんねえか。応援に行きたい。残り12というカウントが近くて遠い。まだわかんないっすよ。まだわかんない。こっから勝つぞ。ホコ倒されたら終わりなんだけど。いけ。ギリギリじゃねえの今の。激アツだぜ、ほんま。俺この世の終わりを感じたけどね今。ごめんなさいしたわ。いやー、もう地獄みたいな回でしたね。はい、最初はゴリラしてたのにバランスは取れるもんだな。疲れた疲れた。よかった。13キル13ですとかいう、もうゴリラゴリラゴリラでしたね。はい、ではでは、最後にガチャ回して終わりましょうか。楽しかった、楽しかった。こういう矛とかもな、なんか、たまにはいいんだけどな。勝ったから良かったようなもののだよな、結局。いきまーす。イェイ。ゴミです。ゴミで終わってたまるか、今回の動画。気持ちよく行くんだ。イェイ。花札。高そう。
絶対高いよこれ。ちょっと見に行こうぜ。雑貨屋に行ったら多分花札の一つや二つあるだろう。それを見て値段を判断しましょう。任天堂の本職みたいなところあるからな。残念ながらないな、品揃えに。ブレと、無限のキューピッド。でん。ジャッジくーんと思ったら、ゴジャッジくーん。フレッシュ当たったらもう勝ちでしょう。まあさっきのあれがどういう価値なのか定かではないですが、フレッシュを手に入れたので、勝ちですね。ありがとうございました。